こんにちは。一級建築士、インテリアコーディネーター、宅建士の金黒です。住宅を建築し始めると、後から変更できないこととして、建物の配置があります。基礎工事が始まってしまうと、もう少し土地の境界から離して建築したいとか、もう少し境界に寄せたいとか、もう少し地盤高さを上げたいとかはできなくなります。基礎工事が始まってしまうと、建物が建っている間はずっとその位置が変わることがないため、建物の配置はかなり重要です。今回は建物の配置で重要な配置計画や地縄の張り方や建物の配置でチェックするポイントをご紹介します。またこのチャンネルでは住まいづくりにお役に立つ情報をこれからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは建物を建てるときに重要な配置計画や地縄の張り方や建物の配置でチェックするポイントをご紹介します。建物を建てる敷地に建物の範囲を示す縄を張ることを地縄張りと言います。地縄張りは縄張りという言い方もありますが、住宅の建築工事を始める前に行うのが一般的です。敷地内で建物の配置を示す作業のことです。縄張りとは文字通り他の場所と区別する特別区域であることを示すことから、境界線や領域を示す意味になったようです。戦国時代以降は城の塀や石垣などの配置を決めるために縄を張ることを意味する建築用語として縄張りが用いられるようになったようです。設計図書を確認しながら、縄やビニール紐で建物の外周の輪郭を地面に張って建物の配置を示します。建築前に地縄張りをしますが、その時点では確認申請が必要な地域では、確認申請の許可が下りてから地縄張りすることが一般的で、その時点ではもう着工直前になっているので、そこから変更する場合は、確認申請の計画変更を提出する必要があります。その手続きには費用がかかる場合がほとんどです。ちなみに確認申請のいらない地域の都市計画区域外ではその手続きは不要です。つまり配置が気になる場合は、確認申請を出す前に建てる建築地で隣との境界の離れ具合や他に問題がないのか確認するのがベストです。確認申請を出す前に配置を確認した方が失敗が少ないのですが、建て替え工事の場合は確認の許可が下りてから解体をするので、解体前に建物の配置を確認することはできません。それでも今度の新しい建物が敷地の境界からどのくらい離れて建物が建つのか確認した方がいいと思います。建築地に建物がまだ建ってない更地の場合は、仮に地縄張りをして建物の大きさの間隔や敷地からの離れ具合や駐車スペースを確認することをお勧めします。一般的に地縄張りは建築会社の人が張ってくれることがほとんどですが、計画段階で自分で地縄を張ってみると図面では気がつかなかった発見をすることがあります。その地縄の張り方ですが、まず境界と平行の建物の平行の位置の平行線の縄を張ります。一般的に図面を作るときにどれかの辺は敷地の境界線と平行に建物を計画することが多いですが、境界から平行な線がない場合は配置図を見ながら境界から離れる距離を確認しながら建物の一辺を示す縄を張ります。その建物の一辺の縄が張れたら、配置図を見ながら建物の角の位置を測って角を割り出します。次はその建物の角から直角を出すんですけど、簡単な方法は3対4対5で直角を出す方法が簡単です。巻尺などを使いながら三角形を作ります。単純に3メーター、4メーター、5メーターの三角形を作るんですけど、斜めの線が5メーターになります。巻尺なので両方の距離を測りながら一致したところに杭を打って三角形を作って直角を作ります。巻尺は2本あると地縄は張りやすいです。そうすると角が直角に簡単にできます。もう一つの方法として、
直角に接する辺を一辺が A で一辺が B だとすると、斜めが C とした場合、 A の2乗と B の2乗を合計した数字を平方根で割ると C の長さになるという出し方があります。ピタゴラスの定義で直角を出す方法で、平方根を出すのにルートが計算できる計算機があると簡単に斜めの距離を割り出すことができます。3つの辺の長さが分かったら、巻き蛇抜くなどを使って両方の距離を測って、一致したところに杭を打って三角形を作ります。一つの三角形ができたら、そこからまた違う辺の三角形を割り出して、その三角形の組み合わせを何回かやりながら建物の形に近づけて地縄の形に作っていきます。建築時に地縄が張れたら配置に問題がないかを確認していきます。一般的に地縄は木造住宅などの場合は建物の外周を表しているわけではなく、柱の中心を図面で表しているために、外壁などの厚み分外側に地縄の外側が建物のラインということになります。そのことを踏まえながら配置に問題がないかを確認します。配置のチェックの一つ目としては、敷地の境界にブロックなどが来ても狭くないかを確認します。敷地の内側にブロックを作るのか、隣の人のブロックが境界なのか、敷地の中心にブロックを工事するのかを確認して、ブロックがあったとしても境界までの距離が狭くないかを確認します。次に、建物と敷地境界の間にエアコンの室外機や給湯器や物置などを置く予定があれば、そのスペースが十分なのかを確認します。特に勝手口を設けている場合、ゴミや洗濯物を持って歩くときに狭くないかを確認します。そして道路から駐車スペース、アプローチから玄関、駐車スペースから玄関へと人や車の出入りがスムーズに行えるかを確認します。特に前面道路が狭い場合は、何回も切り返さずに車が駐車できる状態なのか確認する必要があります。建物の平面的に配置に問題がない場合は、次は地盤面の高さの設定に問題がないかを確認していきます。現場でベンチマークと呼ばれる高さの基準になる場所を定めて、そこから一定の高さが新しい建物の地盤面とする GL と呼ばれるグランドレベルを決めていきます。現場によって変わってくるんですけど、道路のマンホールや擁壁など建築中に動かないところにベンチマークを定めて、そこから一定の高さの GL を決めていきます。 GL は建物の高さを決める基準となります。設計段階でも設計 GL という高さを定めていますが、これを現場でどの高さを地盤高さの GL に定めるかを決めていきます。下水や浄化槽や雨水の水を流すのに流れるために勾配が必要なので、最低の GL の高さは排水先の高さで決まってきます。地盤面が道路から明らかに高すぎると、階段を設けたりスロープを設けたり、駐車場のスペースが極端に高い場合は駐車場のスペースを一段下げて計画したりします。また水害のある地域では、地盤面を高めに設定して床上浸水を防ぐ場合もあります。いずれにせよ、大雨が降った時に道路の大量の水が敷地に入らないように、高さの設定でを計画していきます。配置計画や地盤面の高さは、建築が始まってしまうと途中から変更できないので、図面を打ち合わせしている段階から配置や地盤面の高さを考えて計画することをお勧めします。また何かと配置計画や地盤面の高さの計画は、初めて家を建てる場合は分かりにくい場合が多いです。建築会社の人に相談しながら配置や地盤面の高さの設定をすることをお勧めします。今回は建物の計画で重要な配置計画や地縄の張り方や建物の配置でチェックするポイントをご紹介しました。
これからも住まいづくりにお役に立つ情報をバンバン配信していきますので、チャンネル登録やツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは。